ジップロックは SC ・ジョンソンが製造、販売するファスナー付きのプラスチックバッグ。食料を保存袋として広く使われている。日本ではアサヒカ製ホームプロダクツが販売している。1951年フレクシグリップ、インクが創立されて、バーガマディソンの技術を使って、プラスチックファスナーを主にルースリーフバインダーやブリーフケースの中身用に開発。 販売していた。その後、製品を包むバッグの需要が多いことに気づき、1961年日本の生産日本社からミニグリップ型プラスチックファスナーの米国での製造、販売権を得てミニグリップ社を設立した。1964年にはミニグリップ社はダウケミカル社と食料品用の製品の全米独占的ライセンスでの製造、販売に乗り出して、 これは大成功となった。1968年、ジップロックブランドが立ち上げられ、テストマーケットされた。その後、ダウケミカルは、プラスチックバッグの生産のスピードを改良してより、安い材料を提供した。1978年、ミニグリップ社は、シゲノード、インクに買われて、その子会社となった。1986年、シゲノードとダウケミカルは、 ジップパック社を設立。1991年には、イティップリングウィズ社が、ダウケミカルのジップパック持ち株を買ったので、ジップパックは、イティップリングウィズの完全公会社となった。1997年、SC ・ジョンソンが、ダウケミカルのジップロックを含むダウブランズを買収して、今に至っている。買い値は13から17億ドルと言われている。 日本では当初ライオンが販売権を保有していたが、1996年にアサヒカ製に販売権が移行し、現在はアサヒカ製ホームプロダクツが販売している。日本における商標権は SC ジョンソンとアサヒカ製ホームプロダクツが共有している。ありがとうございます。